はい、それでは第11戦、開幕以来の優勝となりました山内英輝選手です。おめでとうございました。ありがとうございます。スタートでトップに立って、あともうぶっちぎりでしたね。そうですね、今季一番いいスタートを切れて、でチームもすごい決勝に向けていい車を持ってきてくれたので、それで勝つことができたかなと思います。レース中後ろがかなり離れている状態で集中を保つのが大変だったのかなと思うんですけど、何考えてましたですか？そうですね、最初の5周ぐらいまではもう本当後ろ見ないように走ってて、で後ろ見たらすごい離れてたのはちょっとそこでびっくりしたんですけど、でもやっぱ何があるか分からないっていうのと、で未だやっぱり予選で前に行けないっていう理由が、現実結果で出てるので、それを何かを出さない、見つけ出さないといけないっていうのが自分の中であるので、だからもう毎週プッシュして、何が足りないのか、で何がいいのかっていうのをちゃんと 見つけて、でそれをやっぱチームとちゃんと話をしていかないと、僕のあった車っていうか、速い車が作れないと思うので、だから全力でプッシュしていきました。次またすぐ来週が鈴鹿、第12戦13戦ありますけども。そうですね、開幕戦で勝っているので、自信を持って今回もここで勝ったので、この流れを、いい流れを持って鈴鹿に入りたいと思います。おめでとうございました。ありがとうございました。